ゲストのチャンネル。はい、皆さんこんにちは。一江さん住職の豊島です。お坊さん .com 林でございます。よろしくお願いをいたします。なんかこの映像もずいぶん慣れましたね。なんか慣れたかな。クイズ企画とかね。まあ今日まあ見ていただいた通り、令和3年の乾物絵花祭りなんていう風に世の中ではよく言われてるやつですね。お釈迦様の小さい像にこうお茶をかけるっていう、はい、あれです、ね、あのあれです、はい。そんなところで今日は、お坊さん .com の林さんと、その花見堂っていう、こうお堂があるんですけども、そのお堂がお坊さん .com にはないということなんで、はい、じゃあ一緒にやりませんかっていう、ご相談をしたところ快諾をいただきました。一緒にということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。記念法要の時以来ですね、こんな感じで。はい、はい、よろしくお願いをいたします。ちなみに、いらっしゃってる方に、アマチュア提供中ということで、ちょっと少ないようなんですけども、アマチュア と用意しております。で、法要そのものは基本的には浄土宗の、やり方に、一部天台宗の、ものを、まあ、入れられるところを入れながら一緒に合同ということでちょっとやらせていただくというような流れでよろしくお願いいたします。カメラブレブレなのはもう風がすごいんですよ、はい。嵐を呼ぶ男ですからね、僕。今日なんとか降ってないですよ、はい。危ないですね。今日でも甘露の雨が降るはずなんで、甘い、ね、水が降ってきたらは、きっと仏縁なんじゃないかと。濃い、あの雲濃い、あの雲から甘いのは垂れないんじゃないかと。あ、そうですね。一応そんなところで本日もよろしくお願いをいたします。お願いします。まあ、もちろんこの格好だと法要ができませんから、はい、うん、やっちゃいましょうかね。やっちゃいましょうか。ではえいっ、はい、気合終わりましたね、はい。あれ、田中さん、なんか一人増えてます、ね。あれじゃあちょっと自己紹介を。はい、この春よりね、浄土宗一越庵、副住職を、拝命いたしました田辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。また田辺さんの紹介 の動画はまた改めて撮るとして、とりあえず今日が正式に宇治に加入していただいて、1回目 の法要ということで、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。お願いします。No.
照らす一輪より盛んなるはなく、師匠は人を明けす、最もは仏道を尊む。しかるに大名を渡りやすく、小学愛がたし、帰るがゆえに、情やいろいろは苦労して、群情は悟らざることをいたし、人間合言じて、俗悪増上す、官人どしえなきに、当たってたまたま脳に世に出てたまい、設備に自動して七宝の王となるにあらず、菩提を主将してついに千家の主となりたもは、行商物に赴き列将は気に従う、けぎに始終ありといえども、新法は本来こなし、今三時の春季発想の昇進にあい、中席の因縁をもって、あえて三英を述べ、そなうるに時の供養をもってし、いささか権勢を表す。ただ願わくは生じ伏して妙端を垂れたまえ。
根幹木釈迦仏上智不動正言寿五族主上両陸願生如来上身Oh.
内閣尊
Oh.
はい、皆さんどうもお疲れ様でございました。今日は乾物絵、まあなんか他にあの仏性絵とか、あと花祭りとか、まあいろんな呼び方があるんですけども、平たく言うと今日のこの乾物絵というこの法要、これはお釈迦様の誕生日をお祝いするためのご法要です。なので、あの基本的にはあまり宗派問わず、どの宗派でもあの行っている、法要ですので、今回は、天台宗の林さんにあのお話をさせていただいて、あの合同で一緒にやりませんかなんていう声をかけさせていただいて、あの興味至るというようなことになっております。あのあくまでも浄土宗の、寺院が、場所になりますので、まあ、慣れない法要の浄土宗の法要にですね、天台宗の林さんにはこうあの入っていただいて、分からない中いろいろこうやっていただいてって本当にありがたい限りでございます。また、機会があればですね、我々が今度はお坊さん .com の方に行って、ご法要をご随喜させていただくなんていうことも場合によってはあるのかななんて思いながら、まあ、とりあえず、あまりこうお寺にこう行く縁がない方は、先ほどの花見堂っていう、まあちょっとこの辺に情報とか出てくると思いますけども、あのお釈迦様の小さい子、あの手をこういう風にしているあの像にアマチュアをかけるなんていうちょっと不思議なことをやってると思います。で編集の方で、まあ、こういうものですよっていうのはなんとなくこの後入れていただけると思います。でご法要の詳細うんぬんと、いろいろこう解説と下にこう字幕を入れながらいろいろこう道具が回ってきたと思いますので、あまりここから説明で長いお話をするとまた疲れてしまうと思いますので、編集で手短にかっこよくね、マーシーさんいろいろまとめていただいてると思いますね。よろしくお願いをいたします。それでは解説いたしましょう。お釈迦様は紀元前565年頃、現在のネパール南部にあたるルンビニという小さな村で母マーヤーの右脇から生まれたと言われています。お釈迦様は生まれてすぐに7歩歩いた後、右手を上に、左手を下に向けて、天上天下唯我独尊と言った、という伝説が残されており、花見堂に安置されている誕生物もこの時の姿をしています。ではなぜアマチャをかけるのか。これはお釈迦様が生まれた時、9頭の竜が天から芳しい甘露を吐いて、産湯を満たしたという伝承が元になっています。ちなみに乾物への缶には水を注ぎ込むという意味があり、文字通り仏様をアマチャですすぐという行為そのものが名前の由来になっています。花祭りという呼び方は比較的新しく、一説によると明治から昭和初期にかけて布教師として活動していた浄土真宗大谷派の僧侶安藤霊岩が名付けたと言われております。以上、マーシーのプチ解説コーナーでした。まあ、今コロナなんで、皆さんこう直接来ていただいててなかなか難しいかと思いますので、まあ、少しでも雰囲気を皆様にお伝えをして、どういったものなのかっていうのを見ていただける機会になればなということで、今回は、オンラインでの、開催というような運びになりました。一部ですが、現場に来ていただいている方もございまして、今回はもう本当に少ない量ですけども、アマチャと少しお菓子をこうご用意しているような形で、うまくいけば来年はこうたくさんの人に来ていただける、そんなような場所に一越庵をしていきたいなと思っておりますので、今後とも皆様どうぞよろしくお願いをいたします。はい、皆さんこんにちは。お坊さん .com の林です。この度、浄土宗一越庵豊島良光ご住職からお誘いを受けまして、乾物絵、仏性絵、豪丹絵などと申します、花祭りに賛同し、ご一緒にご法要させていただきました。天台宗の特徴、どこかに入れてくださいというふうにおっしゃられて、僕自身も何を入れるのがいいのかな、まあお念仏は一緒に唱えられるしな、般若心経は、あまり浄土宗さんあげないようですが、僕がご一緒だということで、一緒にお唱えいただける授業に入れていただきましたので、特段、他に増やすことはないのかなと思いつつ、まあ、浄土宗さんがあまり行わない、念じをするというのを天台宗は行いますので、お念仏の際にちょっと長めに、お数珠をすらせていただいて、このお念珠108玉あります。天台宗平玉なので、これをすり合わせることによって
1回で100回の功徳がある、108回の功徳があるというふうに言われますので、これをたくさんすればたくさんするほど、功徳があります、そしてご覧の皆様にそういったものもお届けできるように、数多く念じをすらせていただきました、そんな形で仏性へ、豪胆へ、乾物へ、花火堂の方に、豊島ご住職の方は、お餅をかけながら、花火堂を回り、懺悔をされて、私たちは、随機のものは着席機のまま、そして起立礼拝をさせていただきながら、懺悔、お花を贈らさせていただく、確か浄土宗では三花というのでしょうかね、天台宗は三華と申します、そのようなものを、一緒に、暮らさせていただきながら、良い日、後日の法要を営めたのではないかなというふうに思っております、今後とも機会がございましたら今度は手前ども、私どものお坊さんのところもこちらに、来ていただきまして、ご一緒に乾物へ、仏性へ、豪胆へ、花祭りを楽しめればというふうに思っておりますので、お近くにお越しの方、前もって、ご案内をさせていただくと思いますので、その際にはお立ち寄りいただけたら幸いです、本日は誠にありがとうございました、それでは皆様よろしくお願いいたします。お坊さんの手配ならお坊さん .com にお任せ。お坊さんが親身に話を聞きます。お寺百刀番、お坊さんも葬儀も合わせて頼めるお坊さん .com。 チャンネル登録してね。LINE スタンプも買ってね。